はいどうもサインです今回もサブクランの方から紹介していきたいかなと思いますツイッターの方ではちょっと言ったんですがアリスのサブクランと当たりまして、まあ、ノラなんですけどね、えー、15人戦で、えー、結果前回2と前回14ってことで、えー、ボロ負けしましたまあパーフェクトされなかっただけ良かったのかなと思います、まあ、こちらのメンバーがフルメンバーではないっていうのもあるんですけどまあ初戦はサバーカ集団なんでまあ自分も含めてですねサバーカ集団なんで、えー、まあこういうガチなところに 立ち、えー、打ちするのはちょっと難しいかなと思っていますで、えー、今回うちの全開2つだけなんですけどもそのうち1個を自分が取ることができたんで紹介していきますまず攻めたい位置はこちらですねえー、まあ普通に対策陣ですね IT が3本立ってて、まあ、ただこの IT が割と片方の面に寄っているんですよねこの9時6時面にそこを、えー、今回食い火穴掘りで全開したんでまずはリプレイの方を見ていきたいかなと思います 編成見てもらえば分かるようにクイヒー穴りにペッカが1体いるんですよね。でこの編成が今中国とか韓国とかでまあ結構やってる人がいるんですよね。日本ではそんなにやってる人がいないというのはまだ認知されていないからまあたいうん海外の戦術をうん誰かがパクって日本でもちょっと時間差で広まっていくっていうのがまあいつもの流れなんですけどえー、まあまずはリプレイの方ね見ていこうかなと。 で、食い火を進めつつ、このマルチ IT が2本叩けるウィズと迫撃砲の通路に入れていきます。マルチ IT があるので、フリーズを使って穴投けをしていきます。で、このペッカはこのまま外周を進むんですけど、ここストレージ系とかをちゃんとしっかりカットできるんですよね。で、この辺、ペッカを攻撃できる施設が少ないんで、えー、全然死にません、ペッカが。まあ、ベビロラとかだったらそろそろ溶けてるんですけど、まあ、強いですよね。ベビロラが、うーん。 10枠ペプカが25枠ってことで、まあ、枠数とかやっぱ下があるんですけど、まあ、結構お手軽にサイドカットができますで食い火で援軍を処理しつつ、まあ、この段階で L 字ができているんで、まあ、普通に穴掘りを展開していきますこの辺はまあ普通な食い火穴掘りと変わらないですねでスケトラ対策とかで、えー、バスターにバルキーを入れて持ってきていますで敵のキングはフィストを使ってこちらのキングで処理 で食い火の方はもう綺麗な L 字ができているんでジャンプとか壁開けとかせずに普通に壁を叩かせて中に進軍させていきますで敵のクイーンに連られてちょっと穴掘りがばらけてはしまうんですがクロークを使ってクイーンを速攻で処理9時に流れた穴掘りの方はまあ諦めて、えー、このまま12時の方向の穴掘りにヒールをかけていきますでここでヒーラーが穴掘りにスイッチしたのは結構良かったですね で12時の方はあの外出しの余計な施設が多いんでビビロラを追加して火力補強をしていますキングの HP もまあミリしか残ってないんですがこのまま、えー、ちょっと2倍速にしますけど大量のユニットが残って、えー、押し切ることができましたえっ、ー、と今回ヒールが2枚なんですよね普通の食い火穴掘りはだいたいヒールを3枚令状3枚持っていくんですけどやっぱりそのーマルチ IT に穴開けをするのが フリーズを使わないとまあ難しくて、まウ、あ、ォールバスターでもいいんですけどね、まあ、なるべく兵器は食い火には使いたくないんで、なるべくですけどね、使ってもいい時もありますけど、なるべく使いたくないんで、まあ、フリーズを持っていくと。フリーズを持ってって、1枚をマルチ IT に使って、えー、穴開けよう、2枚目をタウンホールに使って穴掘りの、えー、延命に測っていくことによって、やっぱりヒール2枚でも全然穴掘りは回しきれるんですよね。まあ、もちろんイーグル砲を割と早い段階で折るルートを作るのは、まあ、必須なんですけどね。 えーまあ、では補足点も含めて、まあ、サイドカットのペッカとベビドラの、えー、違いとかも説明しながらもう一回見ていこうかなと思います。まあ うーんペッカが有効なところはやっぱり敵のヒーローがいなかったりするのがまあ必須条件ですね。もちろんベビローラルカットする場合も敵のヒーローがいたりしたら、えー、サイドカッターしにくいわけなんですけどで。あとペッカの場合に一番気をつけなきゃいけないのはヒーラーがペッカにスイッチすることですね。今回はクイーンの方がマルチアイティンずっとターゲ取られてるんで、えー、ヒーラーはスイッチしないんですけど。えー そのペッカだけがタゲを取っていてクイ,クイーンの HP が、あのー、クイヒのクイーンの HP がマックスだったりしたらヒーラーがスイッチしちゃう可能性があるんですよねなんでその辺を考慮して、えーうん、スイッチしないようにクイヒーのしっかりコントロールできるのがこの編成を使うための条件ではありますねまあベビドラバルーンで20枠使ってもやっぱりそんなアチャトウだけしか削れないとか結構ありますし まあそういう場合はペッカですね。まああとペッカがどこに行くかちゃんと予想できているのはまあ必須条件です。まあ普通に3竹のそ則を考えればまあ無差別ユニットなんで出すのは簡単なんですけどうーんまあ外周施設の竹取りとかもできるんで多少食費の延命にもつながるんですよねこのペッカが。まあヒーローとかがいるとこにペッカ出していくとまあ壁を叩いてしまったりしてまあ意味ないんでまあその辺はねちょっと気をつけなきゃいけない点ではありますね。 まあこのまま2倍速にして見ていこうかなと思います。まあアホリー強いですよね普通に。うん、マルチ IT3 本あっても、まあ、全然関係ないですし、やっぱり空がちょっと現在やりにくくなっている環境なんで、まあトルネード無視、タイムホールの爆発無視って時点でまずそもそも強すぎるんですけどね。まあ、スケトラとかには弱いですけど、やっぱり、うーん、現環境の、まあ、最新の対策陣においては、 まあちょっと古い配置だったらやっぱりスーサイドラバルとかの方が強いんですけど、まあ、最新の配置に限って言うならうんやっぱり食いア穴掘りっていうのがまあ一番ベストなメタ編成なのかなと自分は思っています。えー、本日の動画は以上となります。ご視聴ありがとうございました。